はい、今日はですね、2024年、7月の23日、時刻はね、8時38分。ここはですね、星ヶ峰の太陽の駐車場からです。珍しいでしょう、こういうとこからね。いや、ほんと初めてですよ。ちょっとここぐるんぐるん回るわけじゃないけど、これからですね、ちょっと用事があってこっち来たんですけど、はい、ここをまっすぐ行ってですね、いや、夜ドライブですからね、あの気をつけんとですね、夜ドライブはあの、いわゆる繁華街のと、繁華街は天文館あたりはしたことありますけど、あれは初めてですね。こういう住宅街っていうんですかね。どっち行こうかへ。まっすぐ行ってみましょうかね。ここはね、星ヶ峰の交番前っていう中、あれになってますがよ。ノーカットで行こうか。いや、普通はね、こういう、ちょっと、交差点で待つときはですね、もうカットするんですよ。でも、ライトがね、車のライトがこう、ついてると、それをしなくてもいいかも。こっちからですね、どこに行けば、どこ行けば行け。昼間やりゃですね、あれがわかるんだけど、周りの風景はね、全然見えませんだからね、ほとんどね。あっちの方に向かいますよ。高徳寺の方に行くけど、どっちに行った方が行け。いや、そうね、録画時間っていうのはちょっと考えてるんですよ。あんまり短いとですね、なんか、あれが、ドライブ動画としてよ、ですよ。こう、時間がね、足らんような感じがするし。高徳寺に上がってみようかな。いや、ほら、途中途中に街灯があるから、街灯と街灯の間隔だと、要するに山道を走るような感じじゃないですからね。いや、街灯っていうのはありがたいもんですよ、ほら。それとあの、車の、テールランプにしてもヘッドライトにしてもですね、ああいいですね、いいですね。向こうの方に、橋みたいな感じでこう、あら、イルミネーションがついてましたね、今ね。アリアルドライブもついでついで撮るといいかもしれんですね。どっちが行け、逃げ赤け。あ、ちょっともう左に行ってみます。高徳寺団地に、高徳寺台、あっちに行くつもりだったけど、案外こっちの左側の方が、にぎやかかもしれない。少しあれですね、前の、いわゆる、高徳時代の、なんけ、山っていうかですよ。あれが輪郭が少、肉眼では見えるんですけどもね。実際はどうなんでしょうかね。左に行きますよ。はい、左行きます。
いや、こっちに行くとですね、山田インターが見えるんです。それとか、あれですね、いや、初めてこういう時間に通るかあれですけど、電光掲示板っていうのはいいですね。ちなみにこの右側がラーメンで有名な五郎屋です。そしてですね、あ、いいですね、結構ね、あれもね、夜景というほどもないんだけども、夜走るのもいいわ。で、ここのほらガソリンスタンドの右側がですね、あそこですよ、インターチェンジですね。右の方にはほとんど明かりはありませんね。ガソリンの値段はここは書いてないか。あ、その前の方に、横に一列にずっとあるのがあれです、高速道路、高速道路というのよけ、あの指宿インター、指宿スカイラインにつながるあれですね。信号待ち待ちですね。あ、ここの左側が、今ほら車が行くでしょう。これがね、星神ニュータウンの入り口ですね。今何分け？7分くらいか。まあ流れで行っていますからね。あ、昨日今日の動画を上げ、まあ今日はまだ撮影中ですけど、走ってみて思うには、あれですね、リアルドライブ谷山周辺だけのリアルドライブだけでもいいかもしれないな。寂しいですよ、このね、あれは周囲の風景は寂しいけど、でも10年後に見るとこの辺りはあれかもしれんですよ。もういろんなこう店舗がね並んでるかもしれませんからね。いや、だからこういう寂しいというのは今だけかもしれない。記録に残しとかないかんです。いずれにこっからですね、右折します。ここはね、山田交差点か。いや、左側が、JA 未来鹿児島かあれですけど、明かりが消えると分かりませんね、どこだかね、この辺りも。やっぱり説明した方がいいですね。ここのね、左側も見えませんけど、谷山北中ですよ。この左側ですね。それと、今ですね、この、ここ右折、右折というか、こうカーブを曲がったね、正面あたりをですね、工事をしてるんですよ。2車線にですね。だから2車線になったら、この右側が特になんか新しい街並みができるんじゃないですかね。ここ今ほら左側にちょっとこう工事中のあれが見えますよ。見えないか。もしかするとこのあれの、工事用のあれが、機械が映ってるかもしれませんね。
あ、ここが片側2車線になるとまた違います。違うと思いますよ。で、右がですね、最近オープンしたばっかしのマクドナルドの、ここは何支店って言うんだろうか。あの中山バイパス、ここから左行けば中山バイパスなんですよ。ほんで、あ、交差点名はですね、山田下ってなってますね。それでマクドナルド何々店っていうのはちょっとこっからわからない。もしかすると山田店になってるかもしれない。それではですね、正面の左側にはほらモスバーガーの看板が出てます。はい、左行きます。あ、この辺もあれですね、光があんまりないですね。明かりが今のところない。後ろから車は来ませんからね。ちょっとゆっくり走ります。40キロぐらいで走ってます。そしてあれですね、昼間見ると結構賑やかな感じに見えますけど、明かりがないとあれですね、突然ねっていう感じですね。ここは右がね、あの太陽中山店ですね。で、左がアカシアだけども閉まってますね。アカシア自体はですね。それとですよ、右の方にほら松本清ってなってますけど、以前はですね、ドラッグイレブンじゃらせんかったっけ。同じ場所ですけども、あれが変わってますね。店名がね。で、左が見えたかどうかわからないけど、ヤクルトの、何ですかね、この辺りの本部、わからん、本部というかどうかわからないけど。で、右が鍋島ですね。こうして見るといわゆる食事ができる店っていうのは今の鍋島さんと、ここに右の方になんかこうあれがありますけど、案外ないもんですね。中山店はもうちょっとこの食事をできるところがあるかと思ってたら、そうでもないか。で、夜走ってみて分かりますよ、これ。この二タワーも閉まってますからね。二タワー閉まってる。右の方に福福が、ちょっと映ってるかどうか分かりませんけど、それと、ここは薩摩鳥っていうのか、なんちゅうのか、居酒屋さんか。それと、あれ、吉野家がある。いつで来たんですかね。ちょっと、分からんかったけども。ちょっとあれを左に寄せますからね。いや、なんでかっていうと、このあれです、コスモスは9時までですね。もうちょっと時間が、あ、10台ぐらい車が止まってるみたいで、いや15、6台ですね。あれですね、こういう夜ドライブ、まあ、9時前ですけども、何ヶ月間に、そうですね、春、夏、秋、冬してみようか。通行料とかですよ。まあ、あれです。私的には、声を出したい。
あ、右の方があれ寿司窓かですね。あ、結構車は止まってますよ、寿司窓かはね。それからこっちの、あ、食べ物屋さんはあんまりないわ、そういえば。ね、その食事をするところですね。ファミレス的なところ。この信号の右の方になんかの持ち帰りのあれがあったけど、もう閉まってますね。夜走るこの中山バイパスはあれだ、明かりが少ないですね。どこもがどうなんだろう、営業中なんでしょうかね。今8時54分ですよ。そしてここがですね、左側がまだ見えませんけど、あ、ここがほらマクドナルドの、中山店ですね。中山バイパス店というのかな。ここもそんなにお客さんはないですね。店内が見えるんですけど、こっから見える範囲ではそんなにお客さんいらっしゃいませんよ。まあ火曜日ですからね、今日はね。営業時間はね、7時から23時までですから、どうなんだろう。9時ぐらいっていうのが一番中途半端なんですかね。で、右の方がね、ガスと、角がね。どうなんだろう、あそこも。こっから見える範囲ではね、10、あ、ちょっともう見えなくなったですね。こいからもう左行きますからね。今何分け、あ、結構走ってますよ。17、8分は走ってる。あ、一つの動画になるわ、このあれでも。まあ今日の場合はちょっと用事があってだけども、丹沼周辺リアルドライブっちゅうのもいいかもしれませんね。チラッて見ますけど、いや、あの、こっちの窓の方も開いてる。マクドナルドさんですね。それから、ここが仏頂面。チラッ。あ、店には何組かいらっしゃいましたよ。車自体はそんなないですけどもね。それとですね、前の方に、ちょうど正面になるんですけど、ガソリンスタンドがあるんですよ。どうなんだろう。いや、この辺りのガソリンスタンドがほとんどね、閉まってしまいましたけどもね。どうなんでしょうかね。ああ、それでもまだ結構並んでますよ、あれはね。はい、ということでですよ、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。